オーストラリアが、ついにアメリカ海軍バージニア級原潜を購入するとの情報をキャッチしました。今回は、このアメリカ海軍バージニア級原潜を、ついに、オーストラリアが、購入を詳しく見ていきます。今となれば、日本の、総流型潜水艦を購入していればよかったとの本音が聞こえていますし、フランスの潜水艦建造がこれほど難航するとは誰も予期していなかった。安倍さんの提案を無視したオーストラリアの失敗は、そこから始まることになった。アメリカが業を煮やして、原潜を、提案で即導入計画を発表。台湾は、すでに、自国建造の潜水艦を進水式まで行っています。オーストラリアの中国断然が遅かったよ。アメリカ海軍でオーカスプログラムを担当しているライフスティック大佐によると、2030年代初頭までに、オーストラリアの原潜受け入れ準備は整う予定。2032年と2035年に、バージニア級原潜のブロック IV を売却し、2038年にはブロック VII を売却する予定になっているということです。よく聞く言葉ですが、オーカスというのは、オーストラリア、イギリス、ユナイテッド。キングダム、アメリカ、ユナイテッド。ステイツ、オブ、アメリカの頭文字を組み合わせたものです。つまりは、この三国間での軍事同盟ということになります。2021年9月15日に発足しました。わかりやすく言うと、海洋進出を活発に行っている中国への対抗の意図があるのでしょう。オーストラリアは、以前、中国が、貿易額第1位の相手だったため、様々な点で横やりを入れられることも多かったようですが、オーカスができたということは、方針を変えたという証拠なのでしょう。ちなみに、中国の横やりで、日本の潜水艦売り込みが邪魔されたということもありました。日本やドイツの潜水艦を蹴って、フランスの潜水艦を選択したのですが、中国が文句をつけたためと囁かれています。まあ、入札に落ちたとはいえ、日本の潜水艦技術が外国に流出しなくて、結果オーライだったという意見もありますしね。オーストラリアが契約したフランスは、製造が遅れすぎたため、業を煮やしたオーストラリアは、結局、フランスとの契約をキャンセル。そして、アメリカとイギリスからの原潜購入ということになったわけです。潜水艦ブロック VII は2029年頃に着工予定ですから、ブロック VI やブロック V よりも、新しい技術が採用される可能性が高いと見られます。アメリカ、イギリス、オーストラリア3国の首脳は、オーカスの枠組みの下で検討してきたオーストラリアの原潜取得に関する合意と詳細を、今年3月に発表しました。オーストラリアが原潜を取得するロードマップ、予定表は、大きく、3つのステップに分かれているそうです。まず、4年後の2027年頃を、めどに、アメリカとイギリスの原潜が、西オーストラリアで、ローテーションを開始します。この取り組みを通じて、オーストラリアは、原潜の運用に不可欠な産業基盤や能力を確立します。そして、2030年代に、アメリカから、バージニア級を3隻購入し、10年後の2040年代には、アメリカの戦闘システムを搭載するイギリスが設計するオーカス級原潜を取得する予定ということになっているそうです。前述のアメリカ海軍のライフスティック大佐は、オーストラリアの兵士だけでなく、造船産業界の労働者にも原子力潜水艦に慣れ親しんでもらおうと取り組みを行っている。2030年代初頭までには、オーストラリアの原潜受け入れ準備が整う予定だから、2032年と2035年にバージニア級原潜ブロック IV、2038年にブロック VII を売却することになるだろう。2030年代後半には、イギリスで建造されたオーカス原潜を引き渡すことになるから、2040年代前半頃には、オーストラリアで建造されたオーカス原潜が受け取れることになるだろうと発言しました。この言葉が注目を集めています。オーストラリアに売却される潜水艦ですが、ブロック IV 2032年、2035年に売却予定は、アメリカ海軍が使用した中古艦です。しかし、
2038年に売却されるブロック VII は新造艦で、極超音速兵器、アールクプス、インターメディアテ、レンジ、コンベンシオーナル、プロンプト、ストライキダーク、エアグルの海軍版が搭載できる最新のバージニア級をオーストラリアに売却するということになるのです。ところで、原戦に慣れ親しんでもらうって、一体、どういうことをするんでしょうね。まさか、原戦の艦内をツアーするというわけでもあるまいし、写真や図で紹介するのはまるで子供騙しのようですよね。現在建造されている10隻ブロック V は、オハイオ級原戦の退役に備えて、バージニアペイロードモジュールを合計2機搭載しています。そのため、サイズが大きくなっています。全長は115メートルから140メートルに、排水量は7800トンから1万200トンに増加しているのです。この後に計画されている5隻のブロック VI と同じく5隻のブロック VII は、バージニアペイロードモジュールが一気に減っているので、本来の大きさに戻るのですが、ブロック VII の着工は2029年頃ですから、後発効果というべきか、ブロック VI やブロック V よりも、新しい技術が採用される可能性が高いと思われます。ペイロードは、運搬能力の意味ですから、大きいほど運搬能力が高いということで、つまりは大容量が積載可能ということですね。モジュールですから、ペイロード用の機材ということでしょう。それが2機もあるので、大型化したということになるのです。ちなみに、オーカス原戦の開発や建造に、何らかの問題が発生した場合、アメリカは、バージニア級を、追加で2隻売却することを約束しているそうです。万が一の保証というわけでしょうか。この機の使いようを見ると、オーストラリアは乗客なんだろうなと邪推してしまいますね。日本はどうなんでしょうか?と考えずにはいられませんね。追記です。アメリカ陸軍が会計年度内の配備を予定していたダーク、エアグルは連続して試射に失敗しました。エアグルワシとはかっこいい名前ですが、ワシが落ちたということでしょうか。この失敗に関して、陸軍で調達担当のブッシュ次官補は、会計年度内の配備は達成できない見込みだが、年末までにはダーク、エアグルが提供できるよう目指していると、その時は語りましたが、最近になって、ダーク、エアグルの年内配備は難しいと訂正発言をしました。では、ネット上の意見を3件ほど紹介しましょう。博学な皆さんです。詳しく調べていますね。結局、最後は、やっぱりバージニア級に落ち着いたようですね。オーストラリア海軍が要求しているものを考えたら、これしかないのは、最初から分かっていたはず。にもかかわらず、ああだこうだと、ピント外れなことを語ってる自称専門家の、なんて多かったこと。前途多難という気がしますけど、オーストラリア海軍の成功を祈りましょうか。こういった話題を読むといつも感じるんだけど、オーストラリアが、ものすごい背伸びをしようとしているんですよね。必要、需要があるのは十分わかるんですけど、オーストラリアに原戦を扱える人はいないんじゃないかな。となると、アメリカとイギリスから原子力産業に従事している人とか、経験者に移住してもらうことになるんでしょうか。現地生産だって難しいでしょ。日本でもよく言われてるように、地元の雇用が増えると言ってるようですけど、果たしてどうなるんでしょうか。こういう風に原戦の話しするときって、誰もランニングコストのことをスルーしてません。一番大事なことだと思うんだけど、目玉が飛び出るぐらい高いよね。イギリスでも原戦と核兵器のメンテナンスで1兆円ずつぐらい使っているはずなんだけど、オーストラリアの軍事費で賄えるんでしょうかと心配になります。しかも、オーストラリアが現地生産にこだわっている。これは、前の人の言う通り、ものすごく背伸びしていると思う。防衛費が増大して、対 GDP 比が 5% くらいになるんじゃないかとも推理してしまう。今は、アメリカ、イギリス、オーストラリアの3国だけでのオーカスですが、いずれは、日本も加入する、引きずり込まれることになるんではないかと推測します。そうなった場合、いよいよ、原子力潜水艦が、
日本国内に姿を現すことになってしまうんでしょうか。非核三原則は今の時代にそぐわないという意見も多いようですが、源泉購入にしてもまずは国民への説明を忘れないでほしいものです。納税者としては税金の使途が非常に気になりますからね。